ウィニペグ大学はカナダ、マニトバ州、ウィニペグに本部を置くカナダの公立大学である。1967年に設置された。ウィニペグ大学はカナダ、マニトバ州、ウィニペグ市にある公立の大学。学部課程を重視した教育制度をとっている。ウィニペグ大学の前身は1871年創立のマニトバカレッジと 1881年創立のウェスリーカレッジが1938年に合併して成立したユナイテッドカレッジであり、1967年に認可を受けて現在の名称になった。略称は U of W。学生数は約9500名、教員は約300名。ウィニペグ大学は校内に付属高校や語学学校も備えている。 2004年度にマクレインによる大学調査ランキングでトップ10に入っている。ウィニペグ市の中心部にある大学として、ウィニペグ大学は市の発展に重要な役割を果たしている。コンサートホール、ギャラリー、リクリエーション施設、学生運営のカフェなどが市民に利用されている。大学は新たな学生寮を建設。 メインキャンパスから徒歩数分の距離に6階建てのビルである。部屋の種類は一人用から3人共用タイプまである。大学は2009年度からの入居申請を受け付けている。2008年の大学の発表によると、グレートウエストライフ保険会社、マクフィーターズ社長より267万ドルの寄付があり用地が取得されることになった。寄付は、 彼の個人献金と会社からによるものである。その貢献により、学生寮の正式名称は、マクフィーターズホール、グレートウエストライフ学生寮となる。その他郊外に二つの寮を持つ。大学のシンボルとも言える、正面にそびえるお城のような校舎は、ウェズリーホールと呼ばれ、1895年に建てられた。国の歴史的建造物に指定されている。ありがとうございます。